はい、こんにちは。中学受験、桜くチャンネルの滝原尚貴です。今日は復活、これだけで中学受験できます。中学受験算数基礎講座、面積図の3回目ですね。えー、今日はね、すぐやります、えー。これね、昨日と同じ問題です。今日は面積図を使ってやっています。 さあ、じゃあ早速やってみましょう。男子21人、女子18人のクラスがあります。男子21人の体重平均が34.2キロ。女子18人の体重の平均が32.9キログラムの時。男女合わせた39人の平均の体重は何キログラムですか。ね。さあ、これね、男子21人の平均が34.2キロなんです。これを面積図にすると、ね、 男子は21人、そして平均を縦とおいて 34.2kg だから 34.2×21 がこれ合計なわけです男子の合計。女子は18人そして 32.9kg です。 が女子の合計です。その時にさあ平均は何キログラムなのかさあ平均っていうとこう書いてねこの出っ張ったところがここに入って平均になるわけですですからこの面積とねこの面積は等しいわけだねでこの時にね分かるものはまずここです 長方形の横。21に。女子は18に。比に直すと21対18ですから、これ7対6ってことになるね。人数の比は、横の比は7対6なわけです。で、わかるのは、ここからここね、縦でわかるのは、この縦、男子の縦と女子の縦の合計は、これ34.2から、 32.9を引いたものだよね。34.2引く32.9は、ね、1.3キロです。ここい、ここからここまで全体で1.3キロ離れている。で、この時にね、長方形の面積はこう等しいわけです。で、横の比が7対6ですから、 縦の比は7の方は6になって6の方は7ちょっと長いんだよね6対7なんですよねここが6でここが7なんですよそうだとすると6たす7は13ですから13が1.3キロってことだねと1は 1> 1キロだよねで7は0 7キロってことですつまり女子の3 2 9キログラムよりも0 7キロ多いのが平均だって分かるわけですだから 32.9+0.7 は33.6。 これ答え同じです前回やったのとね変わらないでまあ変わったら困りますけどねこうやって出すわけですそうすると難しい筆算がいらなくなるっていうねえー、利点があるわけですさあじゃあもう一問やってみましょうこの面積図で解いてみます男子16人女子14人のクラスで20点満点の計算テストがありました 男子16人の平均は12点。女子14人の平均は13.5点でした。男女合わせた平均は何点ですかさあ、同じように面積図書いてみましょう。男子16人12点の平均。ですから、合計 12×16 です。女子14人の平均は 13.5点 13.5×14 で,ですその平均が、ね、こんな感じでこの女子の飛び出たところが男子のへ,、えー、へこんだ足りないところに入っていくとでそして、えー、分かっているのはこの人数 長家の横十六人対十四人の八対七ですね。長家の横の比は八対七。で、そして、ここからここね。男子の縦と女子の縦ね,ね。この合計十三点五引く十二。一点五点。ここからここまでは。 1> 1. 点ですさあこの時にこの面積が等しいわけです横の比が8対7だったら面積等しくなるためには男子は7でなければなりませんそして女子が8でなければなりません7対8なんですね七五十5 6 7, 7 8 5 6ってなるねでそうすると 7+8 は15ですから 15が1.5点だとわかります。と、1が0.1点。7は0.7点です。だから、ここが12点。これ男子の平均が12点ですから、そこから0.7点上が平均です。12たす0.7は12.7。 男女全員の平均は12.7点っていうことになるわけです。これが面積ですね。いいなと思ったらチャンネル登録そしてメンバーシップもお願いします。では今日はここまでにしましょう。